じゃあケイジ君よろしくね。よろしくです。はい、お願いします。おー、笑いついた。お父さん、お父さん今幸せですか？おお。おお。おお。まあまず間違い、まあ普通に幸せだと思ってますけど、はい。お母さんは？はい、もちろん幸せです。ケイジ君は？シャス。どっちだよ。幸せです。別にどっちあれで合わせた。うん。なんで幸せですかね。なんでし、うーん、いや難しいんですけど、それすごい、はい、穏やかだからですかね、要するに僕なんていうんですか、ものすごい波風がない状態は多分幸せなことだと思っているので、幸せだっていう言い方をしました。だからなんかこうすごいいいことがあって、それがずっと続いてすごい幸せだっていう意味合いじゃないですね。いろいろ喧嘩も多いんですけど、私も愚痴ることも多いんですけど、でも毎日、あ、また今日も朝が来たという普通のことができるので、うん、それが幸せにつながってるのかな。笑顔も毎日あの作れる時間もあるので、はい、幸せかなと思って。子供が笑ってるから私も笑顔になるのかなとも思うんですけど、それが幸せにつながるのかなって思ってます。ケイジ君大丈夫です、大丈夫。ケイジがさ、すごい顔してるから。そうだね、はい、こんな顔しなくていい。はい、ケイジ君毎日なんかサッカー、クリーム会とか欠かさずやってくれてるから、で、それでサッカー行けてるから、そこがいい。ご主人はどんな家族で育ったのか、ちょっと教えていただけますか？いや、すごい多分普通の家族だと思うんですけど、まあ、父親がいて、母親がいて、で、私がいて、妹がいてという4人家族で、母親は本当にもう褒めて伸ばすタイプだったので、こう何か言葉とかそういうので印象に残ってるっていうことはないんですけれども、ただなんか喜ばしたいなみたいなことを自分が思ったりとか、だからなんか誕生日プレゼントみたいなものとかをこう少ないお小遣いの中でちょっと頑張って買ったりとかっていうようなことで、少しすごい喜んでくれるので、まあ、そういうのがすごい自分の中ですごい嬉しかったなっていうのが印象に残ってて、で父親はそれこそそんなに家に毎日帰ってきますけれども、夜遅いので、あのそんなにすごい毎日話したりするような感じではなかったんですけど、あの嘘をつくとか人が嫌なこと、自分がされて嫌なことを人にするとか裏切るとか、そういうことは絶対にするなというか、もう決まってて、要はなんて言うんですかね、人を泣かすとか、そういくつかそういう倫理的なというかことはもう絶対やったら容赦ないと。嘘を、別に大したことのない嘘であったとしても嘘はつくなとか、本当に人を泣かすなとか、もううちの妹とかうちの母親に対してでも少し相手が嫌と思うようなことをしたらすごい怒るとか、別に物壊しても怒られないんですけど、あのそういうところですね、本当に人を裏切るとかそういうところがすごい言われたなっていうのだけ印象に残っています。私は柏生まれで柏育ちなんですけど、6人家族で4人兄弟です。上は姉、兄、姉で、私が末っ子でした。3人は2歳か3歳くらいの差なんですけど、私は10個ぐらい離れてて、多分忘れた頃にできた。で、まあ、両親とも結構高齢で産んだので、そうですね、そうね、甘やかされて、その自由に好きなように育ったと思います。
うちの姉とか厳しく、それこそお茶とかお花とかを流されたりとか、兄はサッカーとかやってましたね。でも兄が結構味方でしたね。で3番目は勉強をすごいやってて、父が通訳だったので、でも誰一人英語ができないというか、なんか日常が英語のお話結構多かったので、英語さえ良ければうちの父は大満足という感じでしたね。すごいもうお正月とか、そういう時は必ず集まって、母がなんか割烹着が似合う日本の母っていう感じだったので、全部手作りで黒豆とか栗きんとんとかみんな兄弟でやってましたけど、私は手伝わなかったです。なんか自由にテレビ見てたりとかしてる感じでしたね、はい。お母さん、まずお二人の出会いを教えてください。どんな出会いですか？ちょっとどうぞ。出会いはクラブのパーティーみたいなところで、イベントパーティーみたいのがあって、そこで知り合いました。はい、そこであれですか、お父さん、あ、もうこいつだと思ったんですか？いや、全然そんなことはなかったんですけど、はい、ね、2人の共通な人がいたんですけど、その人は結構お話ししてて、で、すごいクールでした。クールふんって感じでした。あ、ふんって感じでした。女性とは喋らない感じ。その当時ですよ。その当時、なんか雰囲気があって、雰囲気がもうとってもいろんな男の人にこうチヤホヤされて育ってきましたみたいなオーラが漂ってて。そういうことはしないよって、みんながそう思ってると思ったら大間違いなんだよと思いながら、だからその時に付き合うとかは想像もしてなかったですよね。もう絶対にこう僕一人でいて仲良くなるタイプじゃないです。もうそういう、もうオーラが漂ってたので、俺からするとね、だからもうそんな感じですね、最初は。それで一番最初会ったのがもう1時間ぐらいあって終わりみたいな感じで、もうそれもひどい話だったんですけど、ね、そうだっけ、なんか キャノンのデジカメが壊れて、それを見に行ってもらうのに付き合ってほしいって言われて、それ付き合って終わったらバイバイみたいな。よく覚えてるね。そう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 、すげえな、本当に付き合ってほしかったんだそれにって思って。ダイビングのカメラだと思う。そうだよね。いや、それは分かんないです。だから、まあでもちょっと破天荒というかな感じだったので、まああとなんか自分が好きなことが好きみたいなところがすごい強い感じだったので、まあそういう人も面白いなと思いながら、あとはそのすごいキャピキャピした印象だったんですけど、そうでもない面もあったりしたので、ああいいのかもしれないねっていうふうに思うのが、多分その電話をしてたりとかしたぐらいですかね、うん、だから最初は全然ない、うんうん、お母さん的にはデジカメの要修理にっていうのを口実にやっぱり会いたかったりですね。あれは違った、覚えてないです。それ覚えてないんです、はい、それはね、はい、でもなんか電話がすごくマメだった、マメだったから、もうちょっと何つなげといてもいいかなケイジ君、今お父さんとお母さんのあれからのお話とか聞いたじゃないですか。あれ聞いてケイジ君はどう思った？もっとなんか普通に付き合ってたっていうか、そんななんか別になかったみたいな、そういうのが本当意外で、ちょっと離婚だというか、ちょっと残念だった。ショックだった。ケイジ君の目から見てお父さんとお母さんなんかどう？
正直なんかパパはお父さんは別になんか全然なんかいつも練習付き合ってくれるから尊敬ではないけどなんかいつも頑張ってるからいいなって思うけど、ママはなんかいつもガミガミ働いてるパパに言ってなのなんか議員とかになって金稼ぎやとかそういうこと思ったりなんかママが支えて、お母さんはなんかいいことはしてんだと思うけどそんななんか稼いでないから稼いでが全てじゃないけどでそれでいつもご飯作ってくれるのはお母さんなんじゃないだけど正直言ってまずい時だだけどお父さんの方がなんか俺のなんかこの味好きとか聞いてくれるから気が楽なんだけどとにかく食えみたいな感じでここが本当ちょっと直してほしいなでも練習に連れてってくれるんじゃないそこはいいけど、なんか全体的になんかダメってお母さん全体的にダメなの送り迎えとか、なんかたまになんかいろいろしてくれて、なんかついててくれるのはいいんだけどなんか人のことを思ってないそんな感じですでもこの際だからもう今はっきりですよお母さんもあんまり美味しくない料理何？全部です。ハンバーグとかなんかお惣菜屋さんとかで買ったのも美味しいけど、ママの手料理のオムライスも美味しいけど、だけどもうそれ以外はなんか全部学校の一番嫌いな給食より。そんなどれだろうなんかねすごい揚げ物とかすごいサラダがめっちゃあったけど食べないものを出すからそうか嫌いなものをあとなんかサラダ食えねえのかなあとなんか好き嫌いが激しいあとスープの中に具材がたくさん入ってすぎてまず野菜ね